はい、世界一嫌われ医者の格闘道場、うつみのチャンネルをご覧の皆様こんにちは、うつみさとるです。今回は格闘とは違いましてというかね、この格闘道場もですね、まあスパーリングとかね、練習シーンばっかりではつまらないと、まあ、いうこともありますので、ちょっとね、格闘とか武道とかそういうのにまあまつわる、教育番組を、やっていければなと思って、今回、企画しました。まあ、題して鬼頭製紙。まあ何ですかね、まあ漢字は気にしましたけどね、あっちの方が気が巡るからいいっていうことで、あっちの漢字にさせていただきましたけれども、私の、専門分野の一つである、精神とか精神療法の分野の話をですね、何回かに分けてお話ししていければなと、まあ、いうふうに思ってますね。今日はその中でも一番の総論として、まあ、ここら辺の、まあ、基本のとこね、で、ほいで、まあ、格闘にちょっとつながりそうな話ということで、お話しさせていただきます。ただ、まあ、後半の方はね、格闘とか武道の話にね通じる話というよりは、もうちょっとね、真面目に専門分野のね、精神の話を、はい、ど素人とはちょっと違うね、精神の方の話を、していければなというふうに、はい、思ってますね。ご存知のようにね、まあ、武道と格闘技の違い、まあ、これ私が言うことではないんですけれども、どこでも語られることだと思います。私は今、神田さんっていう方にね、この動画をご覧になっている方ご存知だと思いますけど、神田さんっていう方に、まあ、米高武道っていう、道場で教えられてもらってるっていう、一応そういうことなんのかな、文科生に私は入れていただけるんでしょうか、よくわかりませんが、それでね、日本憲法、まあ、神田さん日本憲法のね、日本のチャンピオンですから、で、日本憲法と、意見っていうね、中国の、憲法を融合したような、まあ、そういうふうな、武道っていうのを、まあ、一応習ってるということになります。ただ、まあ、私はね、その武道を、まあ、突き詰めたいというよりは、まあ、実際にね、体を動かして、で、戦えるようにというか、試合に出れるようにということで今やっておりますので、まあ実際にやってることは格闘技に近いということになると思います。で、やっぱり日本とかね、中国に代表される、武道とか武術っていう考え方は、かなり多く精神性みたいなものを含んでますね。まあ中国の武術とか日本の武術やってる人たちも別に精神性が優れてるか言われたらちょっと疑問があるときあるんですけどね。はい。とにかく、この、体を動かして、その、強くなるとか、実際人を倒すっていう時にも、ただ単純に、筋肉が強ければ何でも OK とかっていうことではなくて、自分のね、精神性とか、いわゆる東洋医学でいう気の力とか、内在したパワーを融合して、はい、倒すっていうことを意識してる。まあ、そういうふうな、なんとかな、運動形態、はい、システムになってますね。それに対して、まあ、格闘技はやっぱり欧米を中心にして広がってきたっていう、まあ、そういうふうな格闘部門、まあ、ボクシングなんかそれの代表ですけども、ということになりますから、その世界観でも、まあね、まあ、その考え方ぐらいにね、ちょっとはなんかあるかもしれませんけど、基本的には、今言ったの、キーとかっていう概念はあまりありません。はい。で、基本的にはスピードとパワーっていう現代格闘技の考え方に、乗っ取って、教えているし、それをどうやってこう向上させていって、相手を倒すかっていうことを、まあ、意識してるっていうことになると思います。で、まあ僕自身そんなにね、この気とか内在した力を別に自分のね、運動能力に加えてね、動けるっていうわけでは、まあ、ないんですけれどもね。まあ、世の中一般として言われているのは、こういうことになるかなと思います。で、この東洋医学っていうものを私はずっとやっていて、
で、まあ、鍼灸治療、漢方治療、その他いろいろやってきたわけなんですけれども、こうかな。東洋医学の治療法っていうのは、大きく4つあるんですね。で、1つが薬膳。1つは気功。ということになる。で、1つは漢方。ということになる。で、もう1つが鍼灸。この4つの組み合わせで基本が成立してます。他にも東洋医学にまつわる治療法ってないわけじゃないんですよ。別にガーってね、葉っぱ巻いて、ほいで、バッてデトックスみたいなことするとか、別にやらなかったわけではないんですけれども、基本的にはやっぱこういうこと、この4つがメインになりますね。で、上2つが、はい、根本という、根本療法にあたり、基本的な治療法にあたります。予防的な意味も含みます。ということですね。で、こっちは今風に言うと対症療法になります。ということなんですね。この薬膳も、だからその体質とか病態とかに応じて全部の食べ方を変えなきゃいけないっていう理屈になってます。で、気功っていうのは、こういう感じじゃないですよ。まあ今、こういう、まあなんか詐欺的にそんなことやってる人多いんですけども、大きくね、本来は内気功ってやつと外気功ってやつ分けられます。ただね、僕はね、外気功っていうのをほとんど信用してません。まあ医者だからっていうのもありますけど、外気功でうんたらうんちくたれてるやつで外気功を感じるやつを見たことがないっていうのが一番の理由で、すごい詐欺的だと思ってます。はい、やっぱりね、もう人にね、手も触れずに人を倒せるとか、いやもうそれ人間じゃねえしみたいなっていうのがあるから、だからその意味でもね、私はね、外気功っていうのはあまり信用してません。こう手をかざしてるから、じゃあそこの体温が少し上がりました。それはそれで、それぐらいならもしかしたらできる人いるかもしれないけど、それで病気が治ると甘くないっすよ。っていうのがあるので、だから僕は別にこの外気功っていうのはあまり重視してません。それよりはやっぱり内気功っていうことが、ものが大事であって、この内在してる自分でも、当事者自身が、患者自身が実感できる、この気の流れとかね、気の強さ、弱さっていうの、これはもう実際あると思うんですけれども、これがですね、東洋医学で言うと、経絡の力ってやつにつながるわけなんですよね。はい。で、この内気功、はい。を重視し、ね、内側の気の力を高めていくっていうことが、東洋医学としてもとても大事なわけです。これは東洋医学の基礎概念に当たると思う。で、ここの二つは、もう根本療法的なところがあるんだけど、この内気功を高めるのに、もう一番いいのが、精神状態の向上安定です。だから、もうそれもリンクしてますから、はい。だから、気と精神ってやっぱり非常に、ね、概念にも繋がってる。まあ、みんなその通りだと思ってると思うんですけどね。はい。東洋医学の考え方から述べても、これら非常に密接に繋がってるということがわかると思います。で、これは漢方と鍼灸っていうのは西洋医学でいう薬とか、手術とか、はい。ね、整体とか、カイロプラクティックとか、まあ、そういうのに近いわけなんですけど、だからこれらは根本的に病気を良くしてくれるわけじゃありません。じゃあ意味ねえのかっていうことになりますけど、そんなことはないですね。はい。で、これらはやっぱ病気になった時はこれがないとダメなんですよ。はい。なぜなら病気になってる人っていうのは著しく状態が狂ってるから、このね、薬膳ちょっとおっつきません。はい。ね、気功もやってる暇がありませんみたいな。っていう感じで、これがないと、このね、まあ、食べ物とかそういうのがちゃんと整ってないと、土台がないんだからさ、それは病気になるでしょっていうことになり、ね、そういう病気を長く日本なんかね、でも今の時代でやっちゃってる人はもうその食べ物ちゃんと立て直していかなきゃいけないし、ね、もう精神状態は今もうほんとみんな腐りきってるから、そういうのを元々からちゃんと正していくっていうことをしないと、もうで、全ての土台根本が、はい、ね、しっかりと、維持されないっていうことなんで、これはこれで必ずやらなきゃいけないことなんですけど、でも病気の人はこれをやっても治るのにすっごい時間があるんですよ。はい。だから、ずれてしまった、はい。ね、崩れてしまった状態を加速的に元に戻すときには対症療法を使うのが一番いいんですよ。はい。そういうもののために本来対症療法があるので、だから漢方とか鍼灸っていうのはそのためにある。だから病気の時のためにこれはある。これはもう必ずそういうときは加えた方がいいです。私もそれはもう。その原則通りに。病気になったら漢方の何にも問題ないわけ。鍼灸やっても何の問題もないわけ。調子崩れた時やるもんなんだよっていう。はい。ってことですね。まあこれがまあ大原則と
ということになるわけなんですけど、まあ、それをね考えて、まあ、題名としても祈祷精神っていうことにしたのかなというふうに思うんですね。でね、これをね今度またちょっと違う用語でねちょっと説明してみますと、皆さんあんまり知らない用語になるかもしれませんけど、神智学っていう概念があります。で、これはどっちかっていうとね、皆さんあんま知らないんじゃないかな。今の人たちは神智学っていう言葉を発しても、は、なんですかそれって言うんだけども、スピリチュアルにハマってるアホみたいなやついっぱいいますよね。はい、これもともと神智学っていうのはもうスピリチュアル、今現代スピリチュアルとか、まあそういうふうに言われるもののちょっともう母体とか、そう言っても過言じゃないような、そういうふうな、はい、まあ神と、まあちょっと宗教学とも違うし哲学とも違うし微妙なんですけども、本当にここに漢字としてある通り長体を表すのイメージで、神を知るとか神の知恵をいただくとか、まあそんな感じの、そういうふうのにつながるっていう精神面とか、はい、神の謎を解くみたいなね、まあそういうふうな学問ということになるので、現代的に言うとオカルト的なイメージがあり、まあそれがね、アホみたいにさ、ちょっと言霊ね、やっとけば、なんかね、5次元に飛べるみたいな、みたいなやついるじゃん。で、そういうふうな、ね、こんなこと言ってるとさ、赤バンされちゃうから気をつけなきゃいけないですね。とにかくアカウントを止められないように、いい言葉で喋らないといけませんけども、そういうふうな、ことを考える学問ってことなんですね。でね、まあ、このね、神智学っていうものの中には、人間の肉体と人間の肉体に影響を与えるエネルギー領域として、大きく5つの、領域について定義してます。はい、これも、まあ、上げ出すときりないんだけどさ、はい、簡単に言いますと、ね、人が、ここに人がいるとするでしょ？ってなったら、はい、最初の領域、これはもちろん、これは一次領域です。これ肉体。はいですね。で、二次的な領域。この周り。はい。これを、エーテル体っていうに言います。エーテル。はい。エーテル体っていうふうに言います。まあ、これは生命エネルギーとか、そういうのの領域なので、経絡の流れとか、チャクラとか、そういうのでも見えやすいという。そういう領域。これがエーテル体っていう領域になりますね。で、この周り、このさらに周り。はい。外側に行けば行くほど基本的には、高い領域、難しい領域っていうことに基本的にはなるわけなんですけど、この周りにある領域っていうのはアストラル領域。アストラル領域とか、アストラル体とかっていうふうに言います。これは感情領域とかを表すような、はい、領域で、はい。生物の本能とかそういうのも含めたような、そういうことを表す領域ということになります。感情状態の領域とか言われたりしますけど、この周り、さらにその外側にある、っていう領域をメンタル体って言います。ここでやっと出てきましたね。はい。で、まあ、感情領域もね、一応ね、精神っていうものに広い意味では入るかもしれませんけど、精神っていうもののって、ね、日本語的な定義で言うと、どちらかというとこちらに入るんですよね。で、このメンタル体というのは、人間の知性とか思考とか、思考とか、哲学っていうようなものに深く関わりそうな、はい、そういうふうな領域ということになります。で、この外側。まあ、この外側で一遍打ち止めなんですけど、はい。これ、コーザル体って言いますね。はい。で、これは、神に通じる領域とか。はい。まあ、それこそまさに5次元とかさ。8次元でも何でもいいんだけどさ。はい。そんな風にして、スピが喜んでそうな、そういう領域。これが、まあ、コーザル体。っていうことになります。荒屋敷とかね、まあ仏教の世界で荒屋敷とかもこの領域に、まあ入ってくるっていう。まあそんなイメージなわけなんですけどね。ここでね、ちょっと注目してもらいたいのが、これはね、ちょっとね、人間に手出すの無理です。うん、もうはっきりと私断言しておきます。はい、それ神になってからやってください。はい。でね、コーザル体に手を出せるとか、コーザル体と私は通じてるってやつを見たら、もうとにかく 100% 詐欺師ですから、そんなこと理論上もできるわけがありません。はい。人間ごときに無理です。3次元に生きてる、
ね、バカな環境に住んでいて汚れまくった地球に住んでるっていう、そんな人間が私たちは高次元に行くのみたいなこと、寝言みたいなことを吐いてるやつがコーザル体と通じてるわけないから、もう間違いなく詐欺です。全部 100% 詐欺だと思ってください。はい、そんなものは無理ですっていうことなんですね。はい、でそうしたらね、人間に手を出せる可能性があるもの、そして人間でも知覚できるもの、自覚できるものって、この辺になってくるわけなんですけれども、その中でね、やっぱり一番高次の領域で、もっと言うとそうじゃなくても、まあ、我々が扱いたいっていうのはこの領域なんですね。でこれもちょっと含みます。感情だって本能だってそれ含みますよね。っていうことで、これらはね、我々の生命エネルギーのこっち、この下ですからね、に強力な影響を及ぼすんですよ。はい、それを東洋君分かってるから、昨日ね、流れとか経絡の流れっていうのを重視したわけだっていうことなんで、我々はまあこういうようなこととかをね、こういうことは、これは西洋の考え方ですけどね、こういうことをすごく重視して、気とか、はい、で心とか精神という概念を、まあ、練っていったということになるわけですね。でね、こういうのは古い医学にほどよく概念が含まれている。僕がやってる東洋医学とか、はい、ヨガとか、はい、アイルベーダとか、ホメオパシーはね、中世から出てきたからね、この辺はね、ちょっとね、弱いっていうか、なんかちょっとなんか違うなって思うところもあります。まあ彼らもね、考え方とか生き方とか精神性とかいろんなことは重視するのはするんですけど、ちょっと古い医学とはなんかちょっと違うなってところもあります。あとチベット医学みたいな、密教医学同じやん。とにかくね、あの辺のね、地域ってそういうの強いんですよ。チベット医学なんて本当密教医学ですからね、仏教の医学みたいなもんですよ。はい、だからもうこういうのなしにはないの。存在しえないっていう。関係性が深いわけなんですけど、で僕ね、こういう古代医学の研究とかをしてて、まあすごく思うというかね、はい、それも自分の中に影響を受けて、現代的な周波数医学とか東洋医学とか、はい、英語学とかね、いろんなことももちろん考えましたけども、そういうふうな、古代医学的な概念とか周波数的な概念とか、それに現代の精神学っていうのを、はい、まあ、融合させて、私はね、自分でね、精神、まあ、本当は精神構造分析法ってやつを作ったんですよ。私はこれは自分で作りました。私はこれ創始者になります、一応。創始者になるんですけれども、この精神構造分析法ってやつを作って、実際にたくさんの人に教えてますし、患者さんにもやってますね。はい。で、この精神構造分析法をね、やってると、まあ、思うのは、非常にね、チベット医学とかね、古い、特に、同じ東洋医学でも古い時代の考え方がすごく反映されてるなっていうふうに思うわけですよ。まあ、とにかく、ね、古代医学を現代でもやってるって言ってる人たちも、とにかくね、古い医学の考え方っていうのが、なんかあんま入ってないようにしか見えないわけね。はい。やる気ないやろ、みたいな。っていう感じがあるわけですよ。なんか、経絡のね、意味だけ暗記しまくってさ。はい。で、概念とかね、処方の概念とかそういうのは無視してさ。で、それでね、人間の体の深いつながりとかそういうのを無視して、ね、技術屋の争いになってるだけっていうイメージなんですね。とにかくそんな感じです。っていうことで、それ、やる意味ないじゃん。だけど、西洋学やってればいいんじゃないですか、みたいな。っていうところが、まあ、あるわけなんですよね。はい。だから、改めてね、この、まあ、気という概念だったり、それね、にもつながる、我々の精神ですね。はい。っていうふうなものを考え、それを安定させ、向上させるっていうことは、はい。我々の、やっぱり健康とか、はい。ね、パフォーマンスの向上とか、まあ、いろんなことに直結するはずだと。思われるんですね。はい。まあ、今のところはずです。はい。なぜなら、この授業をやった後に、私の格闘技のパフォーマンスが向上するかどうかわからないからです。ということなんだけどさ。なんだけど、ね、病気とかね、問題の解決法としてはもう本当に役に立つ
ていうことは、まあ、実感してます。はい。で、まあそういうことを踏まえてね、まあこの授業を、まあ、やっていければというふうに思います。最終的な目標は、はい、私自身がね、まあ改めてね、自分のね、経絡の流れをね、まあ昔はね、そのね、まあ練習ね、習うときするんですよ。するんだけどさ、もう忘れちゃってさ、はい、あは自覚できてないとこあるんですけど、ちょっとそれもね、取り戻しながら、はい、自分でね、はい、経絡の流れをね、意識して、で、それを実際にね、はい、もうその場でピッピュってやるとかじゃなくてね、はい、まあ、そういうのじゃなく高めていけるような、まあ、そういうふうな、はい、ことをね、自分の目標にもして、まあ、この授業をやっていければというふうに思いますので、まあ、これから、はい、授業続きますが、はい、ぜひ皆さん、ご視聴していただければというふうに思います。まあ、今日は総論だからね、これぐらいにしときますけどまあこの、授業は多分ね、動画ではまず初めてだと思います。はい。私自身が精神分析法のことを、いわゆる動画とかですね、有料動画も含めて、動画で出したことないと思います。はい。で、これからは、この精神分析法に関しての、まあ、謎とかね、まあ、これね、実際にやらないとわかんないですけど、はい。なんだけど、そういうのの、謎とか、実践とか、考え方とか、っていうふうな、はい、ことを、はい。まあ、できるだけね、簡単に、はい。ね、わかりやすく出していければな、というふうに思います。これ、本当初の試みかな、と、はい、いうふうに思いますね。はい。まあ、ということで、はい、この動画シリーズも皆さん、楽しみにしていただければな、というふうに思います。まあ、そんな感じで、この教育講座、というか、なんだっけ、世界一嫌われ者の格闘道場の、動画を、はい、まあ、やっていければというふうに思いますので、これからも皆さん、ご視聴、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。皆さん、じゃあ今回はこれで終わりです。